16歳の娘を持つシングルファーザーです。娘は成績も高校での評判も良い一方で、半年前から学校からの帰りが遅く不安に思っていました、無能なりに娘の放課後の挙動を調べたところ、娘が複数の中年男性と現金の手渡しありの交際をしていることが分かりました、高校決断に相談しようとも考えましたが、娘の経歴に傷がつくのは避けたいです。妻に浮気されるなど男としての魅力し思想を欠く私には、娘にこの件を問い立たすことの度胸すらありません。こんな私でも娘のためにできることはありますか。答えが多分2つに分かれると思うんですけど、性的なことが好きなパターン、要はその、性的なことがしたいです、でさらにお金をもらえるラッキーっていうパターンだと、残念ながらお父さんができることはありません。でもう一つのパターンが、お金が欲しい、そのためにいやいやながら性的なことをして、おじさんからお金をもらっています。でそのパターンであれば、もうお金あげてください。要はその今すぐそういったことをやめるんだったら、もう月に5万あげるよと。でその代わり、それ破ったらもう毎月5万円のお小遣いなくすよ、どっちがいいっていうので、でまあどれぐらいの額で売ってるのか分かんないですけど、そのなんか100万とかもらってるんだったらちょっと無理なんですけど、そうじゃなかったら月5万円ぐらいで止められるんだったら全然安いんじゃないかなと思いますけど。